ましたが、そちらは使わずに、さあ遠藤から、ここから遠目から山中のシュート、来たサイドバックがあの位置からミドルシュート。いやラインがやっぱりね、こう下がっちゃってる分、ミドルシュートがああいうのを効くんですよね、やっぱり、はい、いや振り切りましたね、よく先制、アウェイの横浜 F ・マリノス。これもやっぱりサイドバックと前線選手の絡みでサイドを突破しながら中に入ってきたところに山中選手とサイドバックですからね。そうなんですね、中央にいましたからね。もうここまで入ってきてますから、はい、まあ、流動的に本当にね、行けるときは本当に行けっていう感じなんでしょうね、多分。